浦和レッズゴールキーパーの西川周作です。今回の浦ちゃんネクストはレッズの守護神西川周作選手にインタビュー。ゴールを守る男の勝負哲学に迫る。今でもその究極の準備っていうところはこう毎試合、試合だけではなくて練習でも意識しながらやっているんですけど。そして今シーズンからスタートしたエナジーフレーズのコーナー、今回は長澤和樹選手が登場。練習がこうきついときこそ自分が成長していると、きつい状況こそ成長がそこにあるということを言われて。長澤選手に力を与えるエナジーフレーズとは。さらにレッズレディースコーナーでは菅澤優香選手が前半戦の戦いとワールドカップについて語る。でもちっちゃい頃からの夢ではあったので、最終的な目標はやっぱりワールドカップで優勝することなので。正確なフィードが持ち味で攻撃の起点にもなるレッズの守護神西川周作選手。レッズでは6シーズン目を迎え、多くのファン・サポーターに愛されている。そうですね、2014シーズンから来て、開幕して、2ヶ月ぐらいで西川周作の応援コールを作ってくれて、そこから非常に応援してくれているなっていう感覚と、負けても勝っても間違いなくサポートしてくれているなっていう、感謝の気持ちと、あと浦和のサポーターの方たちっていうのは本当に自分たちに対して本当に一生懸命ですし、なんとかこう選手を勝たせたいっていう、そういう熱い思いが僕はいつも背中で感じ入れていることなんですけど、だからこそホームで必ず勝ちたい、毎試合勝ちたいですし、勝ってたくさんの方とお喜びを分かち合いたいっていう気持ちはもうずっと変わらずプレーさせてもらってます。さらなる高みを目指して臨んだ今シーズン、リーグ戦に加えて ACL も並行して戦う過酷なスケジュールが続いているが、西川選手は好パフォーマンスを見せている。サッカー自体も守備的、堅守速攻というイメージで毎試合戦っているんですけど、試合で必ずピンチは3回は来ると思いながら試合にも入っていますし、その中で自分がプレーできる喜びと、プレーできている喜びと、そこのバランス、いいバランスで、あとはメンタル的にも落ち着いて、試合をやれている感じはすごくしてます。チームが苦しい時、攻められている時ほど自分の出番かなという、メンタル面でいつも挑んでいるので、ピンチほどチャンスはないなと思いながら、ピンチの時こそこうチャンスという考え方でゴールを守っているので、自分が取った後に素早く味方につなげることで早い攻撃ができると思いますし、攻撃の第一歩としてもいいプレーを続けていきたいなと思います。プレーへの自信を深めている背景にはある環境の変化があった。今年からゴールキーパーコーチも変わって、浜野さんは代表でもお世話になった方で、一試合一試合こう試合をやって、終えた次の日に、すぐにこう編集したプレー集を編集したものを用意していただいて、そこでよく1対1で話し合いというか、このプレーについてはどうだったっていうやり取りをしながら、でいいところも悪いところもしっかりと見つめ直して次の試合にも入れているので、今年で言ったら松本戦ですかね、アウェーの松本戦があったんですけど、 1-0 で試合は勝ったんですけど、試合日はかなり強風があったんですけど、非常に難しいハイボールな
だったり背後のボールだったりあるいはシュートだったりっていうのはもうかなり変化して、不規則にこう押してくるような状況だったんですけど、まあ、自分もこう少し受け身になりすぎたというか映像を見直してポジショニングも自分たちのラインに対して低かったですし、そういうところを、まあ、浜のゴールキーパーコーチとコミュニケーションを取ることで、まあ、次の試合がACL だったんですけど北京国安戦、そこにすごくこう活かせた部分があったので、まあ、その試合も無失点に抑えることができてこう結果にやっぱり現れると自信というのも少しずつですけどやっぱりついてきてチームを救えるようなプレーというのが数多くできてきているのかなと思います。あとはトレーニングのところにおいても自分の出力パワーっていうところをつけるトレーニングを、まあ、今年はキャンプからずっとやってきているのでプレーしていて、まあ、地に足がしっかりつけているなという感覚はあります。まあ、今までは意識的にこう足を動かしてステップを踏んで、まあ、上背がない分足を運んでセービングをするっていうところにこう意識しながらやってきたんですけど今年からは少しやっぱりこうステップ踏めない中でもワンステップで飛んだりステップが間に合わない時にいかにこう自分のパワーを使ってセービングに変えられるかっていうところに意識を置きながらそこのやっぱ使い分けステップを使うところとパワーで一発でいくっていうところの使い分けをまあキャンプからずっとこう地道にこう積み重ねている部分があるのでそこの使い分けもうまくこうできてきている中でプレーにも現れているなっていう感覚ともっともっとこう極めたいなという気持ちが高まってます。そして昨年埼玉西武ライオンズ源田選手との対談で語った究極の準備についてやっぱり源田選手ともお話をさせてもらった時にその準備のところあとはルーティンのところも毎試合一緒っていうところもお話を聞けましたし、まあ、僕自身もその試合に入る上でのルーティンっていうのはやっぱりあってそこをこうこなしていって、試合のキックオフを迎えるので、まあ、共感しながらあとはやっぱりこうサッカー選手以外のそのプロ選手との関わりがなかなかなかったので、まあ、源田選手と会ってこう新たな刺激をもらったというかそこから自分も、まあ、源田選手の活躍を非常に楽しみしながらテレビで見たり応援に行ったりさせてもらってるんですけど、素晴らしい刺激になっていますね。今でもその究極の準備っていうところはこう毎試合試合だけではなくて練習でも意識しながらやっているんですけどまあ僕が今思っているのはこう今いい状態でいい感覚でプレーできているこの感覚っていうのを本当にシーズン終わりまで継続するっていうところに今トライをしようかなとさらに良くなるっていうことも当然目指すんですけど継続するってなかなか何事もそうですけど難しいとは思うのでまずは継続を意識しながら準備は続けていきたいなと思います。フットボールプレイヤーには誰しも心に秘めた大切な言葉がある。時にはプレーの活力となり時には自身を戒め原点を思い出させてくれるそれがエナジーフレーズ。今回紹介してくれるのは長澤和樹選手。大学からドイツへと渡り2016年レッズに加入。球際の強さと縦への推進力を武器に攻守に貢献している。今シーズンは第12節までで9試合にスタメン出場するなどオリベイラ監督からの信頼も厚い。そんな長澤選手のエナジーフレーズとは。きつい時こそ楽しむ。
これはどのような状況で聞いた言葉なのか。八千代高校って自分の母校は夏に走り込みのすごくきつい合宿があるんですけど、そこでみんなすごくメンタル的に落ち込むときに、本当に体も心も苦しいきついときに、まあ、監督がそういうふうに、ミーティングで 全員の選手に言ったのが、まあ、すごく印象的で、まあ、そんな辛い状況でなかなか楽しめないだろうって高校の時は思ってたんですけど、まあ、ただ単にきつい練習をすることで自分たちが強くなるっていうふうな意味なのかなというふうに思ってたんですけど、まあ、ただ練習だけではなくて、まあ試合中の状況であったり、まあ、自分の調子だったり、個人的なことから含めて自分がこう苦しい時やきつい時にこそ、まあ、そこで一つ大きくなれる成長があるんだよっていうふうな、まあ、ただ単にトレーニング走り込みの部分だけではなくて、いろんな面でそういうふうな言葉がの意味を伝えたかったのかなというふうに解釈しています。まあ、高校終わって大学入って、まあ、大学でもなかなか最初の方はうまくいかない時期が続いたので、まあ、そんな中でも一生懸命きつい中でも楽しんで練習やってたら少しずつ芽が出てきてプロになれたっていうふうな自分の経験が、まあ、その言葉をこう思い出させるというか、また違った意味でその言葉の意味を理解したなというふうに思います。恩師の言葉はしっかりと意味を理解できたことでエナジーフレーズへと昇華。ドイツ時代も力を与えてくれたという。高校大学とはまた違ってプロという世界ですし、ましてや全く言葉の通じない文化の違う海外での経験だったので、一番最初は本当に精神的に苦しかったんですけど、まあそんな中でも、まあ、練習や普段の生活に楽しみを見つけて努力することで状況が変わっていったので、まあ、改めてその時にその言葉の意味を感じました。まあ、言葉一つじゃないですけど、まあ、この言葉を好きと言っているそのこの姿勢に表れているように、まあ、自分がそういうふうな状況で、まあ、楽しくうまくいっている時は誰もが好きにできますけど、うまくいかなくなったり苦しい時に何ができるかが選手としての価値だと思うので、まあ、そういう意味ではうまくいかない苦しい辛い時に楽しんで、また周りをこう励ましてプレーできる選手になりたいなと常に思ってます。この言葉に支えられている長澤選手は大学でスポーツ科学も学んでいる。サッカーっていう意味でもそうですし、まあ、スポーツっていう意味でも、まあ、来年オリンピックありますけど、まあ、スポーツの価値っていうのは本当に大きいと思ってて、まあ、こうやって浦和レッズのような素晴らしいチームがあって、そこを応援してくれてる多くの素晴らしいサポーターがいて、まあ、そこでこう感動が生まれて、また生きる気力になって、僕たちも励まされて応援されてサッカーする幸せを感じますし、まあ、そういう意味ではそういうふうなスポーツの文化がよりこう広がっていけばいいなっていうのは、まあ、自分がこう勉強している今の分野でもあるので、すごく感じますし、そういう部分で貢献できればいいなと、まあ、自分は特にサッカーをずっとやってきてサッカーしか知らないので、まあ、サッカー界にも貢献していきたいなというふうに思ってます。まあ、きつい時こそ楽しむっていうのを本当にきつい合宿のミーティングで言われたので、まあ、半分やけくそになったというか、その言葉の意味をちゃんと理解したわけではなく、まあ、ただきつい時にこう楽しめようって言い合った記憶があるんですけど、まあ、そこからいろんな経験をして改めて指導者の言葉っていうのはすごく重要だなと思いますし、まあ、その言葉を受けて一生懸命やってきたから今があると思うので、まあ、これからもこの言葉を胸に頑張っていきたいですし、よりこう若い選手たちがまた出てきた時に、まあ、そういうふうなアドバイスをあげれればいいかなと思います。きつい時こそ楽しむ。